どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、えー、4月7日、えー、広島 VS 阪神戦たった今終了いたしました。結果は、阪神大勝利でございますイエーイ え、神解消でございます。え、9対0ということでね、え、後でまた、あの、詳しくやろうと思うんですけど、え、解消でございます。え、今まで3点しか取れなかったという打線の中でですね、え、9得点ということでね、え、本当にありがたい、ありがたい。そして、え、0点で抑えるというね、まあ、これも後で言いますけど、西投手の回答ということでね、え、本当に今日は楽しく試合を見させていただきました。うん。 まあ皆さんも嬉しいと思うんで、僕もめちゃめちゃ嬉しいです。本当に嬉しい。超嬉しい。うん。そう。<laughs> まあね、えー、いろんな嬉しいが重なってね、えー、本当にありがたいなと良かったなというふうに思っております。というわけでね、早速スタメンオーダー発表していきます。 はい、こういう風になっております。えー、1番ショート鳥谷選手、2番セカンド、えー、糸原選手、3番ライト糸井選手、4番サード大山選手、5番レフト福留選手、6番ファーストナバーロ選手、7番、えー、センター中谷選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー西投手ですね。青枠は出場した選手でございます。阪神解消やー <laughs> ってことでね。ええー、よかった。本当によかった。楽しかった。うん、久々にこんな試合、試合をね、見れた。うん、あの、3得点した時もね、なんだかんだ言って2得点されてたり、2失点してたりとかしてね、ギリギリの試合ばっかりだったんで、本当にね、えー、今日はー何の気負いもせず、えー、心配もなく見れて本当に楽しかったな、というふうに思っております、えー。早速打撃陣の方から行ってみましょう。うん。 えー、鳥谷選手、えー、5打数無安打と、えー、そこだけはね、ちょっと残念だったかな、というふうには思うんですけど、まあまあ、あの鳥谷選手は、あの、ほっといたら勝手に打つようなベテランの選手なんでね、えー、全然心配は僕、個人としてはしてないですね。えー、続いて、糸原選手、えー、5打数3安打1打点と、えー、猛打賞ですね。えー、糸原選手がね、えー、本当に頑張ってくれてます。 あのー、まあ、それこそね、初級を見逃す癖という部分はね、あの、ちょっと直してほしいなって未だに思ってるんですけど、まあ、それでも、えー、初回、初回というかね、あの、先制点の1点というのもね、あの、低めのフォークボール、えー、ほとんどボール玉をね、すくい上げて、 で、得点してくれるという先制点につなげるというね、え素晴らしいキャプテンの働きをしてくれましたね。え本当に次回も期待しましょう。え続いて、糸井選手が、え4打数2安打1打点と、この人もね、えー、それこそね、ベテラン勢はね、さっきも言いましたけど、ほっといたら勝手に打つと。じゃあ、ほっといた <laughs>。ほっといたら勝手に打ちました <laughs>。まあね、あの、心配はしてなかったです、全く。うん、あの、ただね、あの、長打が出てないっていう部分だけは、え心配という部分はあるんですけど、やっぱりヒットは出てくれるんでね、全然全然、 問題はい、続いて、大山選手、えー、5打数2安打1打点と。えーっとですね、えー、まあね、あの、今日ね、あの、本塁打がないんですよ。まあ、連打で、連打で繋がってというのはね、えー、それこそ今までの試合から考えるとありがたいんですけど、ホームランも欲しかったなという部分はあるんですけど、まあ、大山選手、えー、レフト方向だったかな。えー、レフトへのツーベースヒット、まあ、長打という。 ということでね、えー、それは、あの、本当に値千金というかね、めちゃめちゃいい雰囲気になったんじゃないかなというふうに思っております。実際ね、昨日の試合も1アンダーだったかなして、えー、ちょっと調子上げてきたかなというふうに、昨日の動画でも期待してますとか言ったんですけど、まあ、あの、今日成績残してくれてね、本当に良かったです。えー、続いて、福留選手、4打数2アンダー3打点と、この、 言い方悪なんで <laughs> 言い方悪なるけど、このおっちゃんほんますごいわ <laughs>。めっちゃ関西弁で。このね、えー、福留選手本当にすごいですよね。うん。あのー、えー、っとですね、レグナレグナルト選手だったかなちょっと、えー、っとですね。 え、そう、レグナルト選手。ね、相手のピッチャーですね。え、速球、まあ、ストレートがね、めちゃめちゃ速いボールをね、高めのボール球のようなボールをね、ライト前に運んで得点というね、やっぱりあれは福留選手しかできないような、え、打撃なんじゃないかなというふうに、え、解説の方もおっしゃられてましたし、僕も、え、やっぱりすごいな、この人っていうふうに思いましたね。まあね、あの、ほっといたら打ったっていう感じですね <laughs>。はい、続いて、 テーブは、えー、ナバーロ選手4打数無安だと。ナバーロ選手がね、それこそ前からね、ちょっと打ててないなとっていう部分はあるんですけど、まあこの人もね、まあ、実際、ほっといたら勝手に打つかなというふうに思ってはいるんで、どうなるかなと。まあ一塁のポジションとセンターのポジションがちょっとね、怪しいんでね。 というところでね。まあ、あの、ちょっと固定できるようなメンツになっていただきたいな、というふうに思っております。えー、続いて中谷選手、4打数2安打2打点と、この人もね、えー、つい先日というか広島戦の第1戦の時にね、ホームラン放って調子良かったと、えー、2戦目は無安打と、えー、3戦目でまたヒットを打ってくれて打点を稼いでくれたと。やっぱりね、あの、力はあるっていうことはね、あの、前の前のシーズンでもね、分かってるんでね、えー、どん,どんどんどん活躍していって、 言っていただきたいな、というふうに思っております。えー、続いて、梅野選手、5打数2安打1打点と、この人もね、あの、怪我したっていうのはね、マスコミに、あの、言い方悪いですよ。マスコミに書かせて、あこの、この選手怪我してるからちょっと心配だな、っていうふうに思わせてんじゃないかっていうぐらいね、本当にすごい。何昨日も猛打賞でしょ今日はマルチ安打ですけど、いや、すごいよ、あんた。 しかもね、あの、まあ、それこそ西投手が、あの、完封完投ということなんですけど、リードしつつ、えー、得点を上げて、マルチアンダっていうのはね、やっぱりね、あの、キャッチャーとして、素晴らしいことだと思いますね。え選手会長、頑張って。<laughs> はい、続いて、西投手が、え3打数無安打と、バントをね、一つ決めてくれて、えー、まあ、パリーグから来て、DH 制度がある中で、え打席に立ってね、 えー、バントを決めるっていうのは難しいことではあるとは思うんですけど、あの、きっちり決めてくれましたね。本当にありがたいです。えー、っと、それ以外だと、打席に立った選手はいないですね。うん。えー、じゃあ続いて、投手の方、まあ、投手の方っていうか一人しかいないんですけど、えー、西投手9回投げて140球、えー、6安打9三振、2フォアボール、1レッドボール、無失点でございます。えー、移籍後、えー、初勝利、初完封、 初関東でございます。えー、っとね、前の試合でもね、素晴らしい成績を残してくれたんですけど、まあ残念ながら勝ち星つかず負け星がつくという状況でしたけど、えー、やっぱりね、 えー、この人はすごいなと、打席にね、えー、恵まれたらもう完璧に勝てるようなピッチャーだと思ってたんでね、本当にありがたいですね。まあそれこそね、あの途中で変わるか、みたいなことを言われてたらしいんですけど、まああの自分のエゴというかね、あの自分が行かせてくれということがあったみたく、140球投げても全然問題なく。 まあ、6アンダーしか食らってないんでね。え、単発単発。まあ、初回だけね、ちょっとデッドボール与えて、ヒット打たれて、フォアボール与えて、満塁のピンチっていうのがあったとは思うんですけど、それ以外はね、本当にピンチっていうピンチは全然なかったんでね、本当に素晴らしかったですね。何が素晴らしいってね、あの、まあもちろんね、あの、いろんなところですよ。ただね、僕が見てて思ったのは、梅野選手のキャッチャーミットが動かないバシーって止まるの。 バシーって止まるの <laughs>。バシーって止まるからね。本当にね、見てて気持ちいい。正直ね、あのー、アンパイアー、まあ、新判の方がね、あのー、なんだ、えー、ボールって。 ボールって言わないんですけど、まあ、ボールってなるんですけど、ええー、嘘そこ、入ってないのかなって言って、次のボール見ると、ボール一個分だけずらして入れるっていうね、逆に審判さんの方が緊張してるんじゃないかなっていうぐらい、えー、求が素晴らしいピッチャーなんでね、えー、次回の登板にも期待したいと思います。いやー、よかったー。マジよかったー。 超良かったよ。中継ぎ投手もね、えー、それこそね、昨日藤川投手が、えー、ちょっと荒れてしまって、という、まあね、えー、まあいろいろありましたけど、抹消されてね、今日はあの、山崎選手、まあ、のりはる選手がね、あの、言わずと知れた、 えー、ユーティリティープレイヤーですよ。まあ、今日もファースト守ってくれてね。うん、ま、あいいんじゃないでしょうかというね。藤川投手もね、あのー、二軍で再調整ということでね。ま、いろいろある中、中継投手というかね、9エンジンを使わずに勝つっていうのは、まあ、それこそね、あの、一番調子のいいピッチャーが先発に立つというのが、まあ、セオリーというかなんというかなんで、その人が9回投げ切ってくれるっていうのが一番いいとは、僕は思ってるんですよ。 あの、サッカーやってたんでね。あの、サッカーで11人出して、その11人で戦い抜くことが一番素晴らしいと。まあ、それと同じような感覚を持ってるんですよね。あの、先発で出た9人で勝ち抜くっていうのがやっぱり一番いいと。何せ監督が決めたオーダーなんで、そのオーダーで勝つことが一番いいと思ってる僕なんですけど、まあ、その案の定勝ってくれてね。あのー、 え、巨人戦は残念ながら3盾食らってしまいましたが、えー、ヤクルト戦と広島戦と勝ち越し勝ち越すことができてね、えー、本当に次の、えー、試合に繋がっていくんじゃないでしょうか。という風な、えー、希望をね、持たせてくれるような最後の試合でございました。今週はね、えー、これで終了と、明日はね、えー、移動日ということでね、あのー、まあ、ゆっくり休めていただいて、次の試合がガルシア投手なのか。一応。 まあ、おそらく、ガルシア投手だと思うんですけど、まあ、そこでね、えー、頑張っていただきたいな、と。えっと、甲子園だからガルシア投手じゃないのかなまあまあ、わかんないんですけど、まあ、あのー、今日買ったことを大いに嬉しがりましょうっていうかね、僕もね、なんか、買ってきて食べたいと思います。牛丼でも買ってくるか <laughs>。というわけでね、えー、本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで、失礼いたします。バイバイ。